ヒューストンテキサンズの2019年シーズンはチーム18年目のシーズンであり、ビルオ・ブライエンヘッドコーチの下では6年目のシーズンだった。また、2018年シーズン中に亡くなったボブ・マクネアが所有権を持たない最初のシーズンであり、ジャニス・マクネアとディー・カル・マクネアの2人が所有権を持つ最初のシーズンとなった。チーム史上初めてチームはロンドンでプレーし、 ジャクソンビル・ジャガーズと対戦した。2019年6月7日、チームはゼネラルマネージャーのブライアン・ゲインを1年で解雇した。テキサンズはディフェンシブエンドのジャデベオン・クラウニーをシアトル・シー・ホークスとトレードに出し、3巡目指名権と2人の選手を獲得した。これによって2018年の11勝5敗の成績記録を維持しようとした。しかし、 ニューオーリンズ・セインツノと開幕戦で負け、3シーズン連続で開幕戦で敗れた。第2週のジャクソンビル・ジャガーズ戦でシーズン初勝利を挙げた。第16週のタンパベイバッカニアーズに勝利し、ここ5年で4回目、通算6回目の AFC 南地区優勝を果たした。これで、オブライエンの指揮下では2度目の10勝以上のシーズンとなった。 第17週のテネシータイタンズとの試合に負けたことによって前年の11勝5敗の成績には届かなかった。ワイルドカードプレイオフではバッファロービルズを延長戦の末2 2十9で破り、ディビジョナルプレイオフではカンザスシティチーフスに31から51で敗れ、チーム創設以来初の AFC チャンピオンシップゲーム進出は果たせなかった。カウボーイズと対戦する テキサンズテキサンズのプレシーズンスケジュールは4月9日に発表された。正確な日時は4月23日に確定した。第1週、VS グリーンベイパッカーズ第1週、ヒューストンテキサンズアットクリーンベイパッカーズ、ゲームサムマイ、ランボーフィールド、グリーンベイ第2週。 vs. デトロイトライオンズ第2週、デトロイトラピオンズアットヒューストンテキサンズ、ゲームサムマリー、エナジースタジアム、ヒューストン第3週 vs. ダラスカウボーイズ第3週ヒューストンテキサンズアット、ダラスカウボーイズ、ゲームサムマリー、エイティティスタジアム、アーリントン第4週 vs. ロサンゼルスラムズ第4週ロサンゼルスラムズアットヒューストンテキサンズ、 ゲームサムマリー、エナジー・スタジアム、ヒューストン第一週ニューオーリンズ・セインツ第一週ヒューストン・テキサンズ・アット、ニューオーリンズ・セインツ。ゲームサムマリー・メルセデス・ベンツ・スーパードーム、ニューオーリンズ第二集、VS ・ジャクソン・ビル・ジャガーズ第二週ジャクソン・ビル・ジャガーズ・アット・ヒューストン・テキサンズ。ゲームサムマリー、エナジー・スタジアム、ヒューストン第三集、VS ・ロサンゼルス・チャージャーズ第三週 ヒューストンテキサンズアットロサンゼルスチャージャーズゲームサムマリーディグニティヘルススポーツパークカーソン第4週、VS カロライナパンサーズ第4週、カロライナパンサーズアットヒューストンテキサンズゲームサムマリーエナジースタジアムヒューストンテキサス第5週、VS アトランタファルコンズ第5週、アトランタファルコンズアットヒューストンテキサンズゲームサムマリーエナジースタジアム ヒューストン第6週、カンザスシティチーフス第6週、ヒューストンテキサンズアット、カンザスシティチーフス、ゲームサムマリー、アローヘッドスタジアム、カンザスシティ第7週、インディアナポリスコルツ第7週、ヒューストンテキサンズアット、インディアナポリスコルツ、ゲームサムマリー、ルーカスオイルスタジアム、インディアナポリス第8週、VS オー,ークランドレーダース第8週、 オークランドレーダース、アットヒューストンテキサンズ、ゲームサムマリー、エナジースタジアム、ヒューストン第9週、ジャクソンビルジャガーズ NFL ロンドンゲーム第9週、ヒューストンテキサンズアット、ジャクソンビルジャガーズ、ゲームサムマリー、ウェンブリースタジアム、ロンドン第11週、VS ボルティモアレイヴンズ第11週、ヒューストンテキサンズアット、ボルチモアレイヴンズ、ゲームサムマリー M& t-bankstadium, ボルチモアディ第12週、vs インディアナポリスコルツ第12週、インディアナポリスコルツアットヒューストンテキサンズゲームサムマリーエナジースタジアムヒューストン第13週、vs ニューイングランドペートリオッツ第13週、ニューイングランドペートリオッツアットヒューストンテキサンズゲームサムマリーエナジースタジアムヒューストンこれは10年ぶりのペートリオッツ戦の 勝利でした。第14週、VS デンバーブロンコスバトルレッドで第14週、デンバーブロンコスアットヒューストンテキサンズ、ゲームサムマリー、エナジースタジアム、ヒューストン第15週、テネシータイタンズ第15週、ヒューストンテキサンズアット、テネシータイタンズ、ゲームサムマリー、日産スタジアム、ナッシュビル第16週、タンパベイバッカニャーズ第16週、 ヒューストンテキサンズアットタンパベイバッカニアーズ、ゲームサムマリー、レーモンド・ジェームススタジアム、タンパ第17週、VS テネシー・タイタンズ第17週、テネシー・タイタンズアットヒューストン・テキサンズ、ゲームサムマリー、エナジー・スタジアム、ヒューストン午後も早くにカンザス・シティ・チーフスが、ロサンゼルス・チャージャーズを破ったため、テキサンズは、プレイオフの、第4シードとなることが確定した。 テキサンズは、AJ マキャロンが先発 QB として出場し、攻守の先発選手の何人かを欠場させた。AJ マキャロンが先発するのは、シンシナティベンガルズでプレーした2015年以来となった。AFC ワイルドカードプレイオフ、VS バッファロービルズ AFC、ワイルドカードプレイオフ、バッファロービルズアットヒューストンテキサンズ、ゲームサムマリー、エナジースタジアム、 ヒューストンテキサンズ AFC ディビジョナルプレイオフカンザスシティチーフスアローヘッドスタジアムカンザスシティありがとうございます